中井朝市8月29日昭和63年2月28日は日本の撮影監督、撮影技師、兵庫県出身。1927年、帝国キネマに入社。後、新興キネマに移り、京都撮影所を経て大泉撮影所に移る。1932年、新興キネマで撮影日誌に昇進。1941年、東宝と契約。 前後、黒沢明監督作品の撮影を多く担当し、東方のベテラン名カメラマンとして、多数の作品の撮影監督を務めた。黒沢明監督の黒沢組では、黒沢監督の屋敷で、スタッフキャスト全員が集まって、よくランチキ騒ぎの宴会が開かれた。この宴会で決まって出るのが、中井の裸踊りだった。中井は普段は、 非常におとなしいが、酒が入っていって時間が経つと、いきなり、荒いさっさーと叫んで全裸になる気癖があった。それぞれ同行した夫人たちは面白がるが、中井夫人だけは黙って、下を向いていたという。黒沢監督は、上監督を怒鳴るのが癖で、一度、七人の侍で、堀川博道の受け答えが気に入らず、その口の聞き方は何だ、ぶん殴るぞ、と詰め寄ったことがあった。 慌てて、土屋義雄が黒沢にタックルして、これを止めたのだが、このような土屋曰く、松野廊下は、中井キャメラマンの時にもあったという。土屋は、あの人のいい中井さんでも、時にうっかり犯行を見せることもあった。しかし、こんなことは内輪であるからどうということではない。それを、よそ者が見て、逸話にするだけのことであると語っている。雲須城から、 天国と地獄の間の黒沢作品に一切参加していないのは、雲須城での夜間撮影をめぐって黒沢と大喧嘩になり、黒沢組を離れていたためである。黒沢さん、ありがとうございます。